今回は、久しぶりに、不登校界のビッグファーザーこと、ユタボンパパ中村幸也様を、こすっていきたいと思います。なんかもうね、藤おじがあまりにも邪悪すぎて、幸也のツイートを見ていると、心が現れるような気分になります。これだよこれ、こういうのがエンタメとして取り上げやすいんですよ。藤おじはただ不快なだけでエンタメ性がゼロですから、なので藤おじは実質的に、シャムさんにも敗北していると言えなくもないですね。それではデイリーの記事から引用します。少年革命家を名乗る、不登校やユーチューバーユタボンの父、中村幸也氏がツイッターを新規投稿、愛息へのアンチに対して、死ぬまでオワコンの雑魚と怒りのツイートをした、中村氏はユタボンに関するネットニュースが、コメントランキングで1位となっている画像を添付、4年前からユタボンに対してオワコンと言い続けている雑魚アンチたちにご報告いたします。今日もヤフー、ニュースランキング1位ですとつぶやいた。どうでもいいんですけど、ヤフー、ニュースって、わざわざ簡単符をつける人もかなり珍しいですよね。ビッグファーザー特有の熱いこだわりを感じます。簡単符つけるかどうか気にする前に、もっと気にするところあるだろ絶対。なんでそこにこだわるんですか。もっと他のところにもこだわってくださいよ。続けて必死でユタボンをオワコンにしたい。一生何も始まることなく死ぬまでオワコンの、雑魚アンチたちどんな気持ちですか。と煽った。中村氏は心理カウンセラーで、昨年の衆議院議員選挙に、NHK 投稿人で立候補したが落選している。幸也が選挙で落選した件、全然関係ないのにこすられててさ。急に記事の最後に、選挙で落選した話が出てきて、びっくりしましたよ。これはもう悪意をビンビンに感じる記述です。この記事を書いた人、完全に幸也をディスりに行ってるでしょ。ものすごく短い記事なんですけれども、書き手の幸也に対する怒りをひしひしと感じる。そんな記事でした。選挙に落ちた件は黒歴史なんですから、もう触れるのはやめて差し上げろ。ユタボン君の人気に便乗して、ワンチャンいけると勘違いした結果、見事に落選してしまったという悲しい事件でしたね。まだユタボン君本人が出馬した方が、可能性はあったんじゃないでしょうか。でもユタボン君が大人になった頃には、もう人気が落ちている可能性もありますが、今回の記事は非常に短かったので、ユキヤのツイートを一部紹介します。ユタボンにアンチしてる奴らの大半が、自分は嫌でも我慢して学校に行った結果、カスみたいな人生を送っているのに、学校に行かずに自由に楽しく生きているのが許せないっていう嫉妬民。このままユタボンに成功されたら自分の人生が否定されることになるから、それが怖くて足を引っ張ってるゴミクズども。何回いつ見ても、同じようなことばっかり言ってんなこの人。もう炎上ツイートのレパートリーもだいぶ少なくなってきたのが見え見えで、見てて辛いです。ユタボン親子が叩かれているのは、学校に行っていないからではなく、普段の行き過ぎた言動が原因です。そもそも今って昔に比べたら、不登校時に対する風当たりはだいぶ弱いでしょ。むしろ不登校は仕方ない、みたいな風潮がだいぶ前からあると思うんですけど、なのでユタボン親子は、不登校だから嫌われているのではなく、不特定多数の人から嫌われる言動を続けた結果、当然の反応として嫌われているだけです。何でもかんでも不登校のせいにしてんじゃねえぞ雪や、一昔前なら学校という場所で、画一的な人間に仕立てられて社会に出てもそれなりに活躍することができた。しかしこれからの時代は画一的なことは AI などのロボットがやるようになる。だから子供の個性をどんどん伸ばしてあげて、やりたいことを全力でやらせてあげた方が社会で活躍できる大人になるだろう。これは確かにそうかもしれませんね。絵師という仕事も10年後には、もうなくなっているかもしれません。やりたいことをさせて個性を伸ばす、というのは確かに大切なんですけれども、不特定多数を煽って炎上して売名している親子が言っても、説得力がありません。そもそも記事のコメントランキング1位になっても、肝心の動画の再生数が全く増えていません。確率的な炎上商法ばかり繰り返すよりも、確実にお金を増やす手段を身につけた方が、社会で活躍できる大人になるのではないでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。